テンペストストーリーズ。なんということもない普通の人生を歩むはずだった男は通り魔に刺されて死亡し、異世界に転生してスライムになっていた。死んだ時にあれこれ考えたことがあった。転生する時にそのことが影響したらしい。背中を刺された時痛く、刺された箇所が熱く徐々に寒くなっていった。そんなことはもう経験したくないと思った結果、さまざまな体勢を手に入れた。ナイフで刺された傷から血が大量に流れてた時、人は血液が足りないと死ぬんだと焦った。そのせいか血液が不要でぷよぷよで流線形のスライムボディになった。そして俺が童貞だったゆえの思い、生まれ変われたら食いまくると思ったことで、ユニークスキル捕食者を獲得した。捕食者は捕食することで対象を胃袋に収納、さらにそれらを解析し合成複製創造などできるスキルである。同時にユニークスキル大賢者も獲得した。なぜ手に入ったか、30歳でなれる魔法使いを超えたからとでも言っておこう。転生したばかりで何もわからなかった時、体験者のスキルのおかげで大いに助かった。聞けば俺の疑問に何でも答えてくれる、本当に体験者様様だ。重要なことなので2回言わせてもらうが、本当に助かった。俺が転生した場所は洞窟の中。ここで出会ったのがベルドラという竜だった。誰かが話しかけてきたぞ。おい、返事をするがよい。自分声も出せず目も見えない状態でして、あなたは？我が名は、いや、姿が見えんことには始まらんだ。よし、見えるように手助けしてやろう。ただし我の姿を見ても怯えるなよ。俺は何者かのアドバイスに従い魔力感知を獲得した。そして大賢者に同期させ魔力感知を使ってみた。おお、見える、見える。どうだろう。あ、はい、できました。ありがとうございました。では改めて自己紹介しよう。我が名は暴風竜ベルドラ。暴風竜。おい、約束は覚えているな。もちろんっすよ。呼び手などいません。巨大で強大な姿に最初はビビったが、なぜか気が合い友達になった。ベルドラは名を持たない俺にリムルと名付けてくれた。さらに俺がテンペストというベルドラと俺共通のファミリーネームを決めたことで、俺たちが同格だと魂に刻まれたらしい。改めて俺の名前はリムル・テンペスト。転生したスライムだ。
ベルトラはその力を封印されていたようで、共に協力して解除することになった。俺が大賢者と捕食者で解析を行い、内部からはベルトラが破壊を試みるというわけだ。じゃあ今から捕食者でお前を食うけど。頼んだぞ友よ。さっさと無限牢獄から脱出してこいよベルドラ。任せておけ。そんなに待たせず相まみえようぞリムル。ユニークスキル捕食者。あっけなかった。このベルドラを捕食し取り込んだことが世界を大きく変えたと、この時俺は知る由もなかった。ベルドラを捕食した俺は孤独を紛らわすために洞窟内に生えていた雑草を食べまくっていた。その草は雑草などではなく、ヒポクテ草という傷薬の原料だった。魔素と融合させると回復薬になる。それを知った俺はいざという時に備え、胃袋の中で回復薬を作って蓄えることにしていた。そして俺はいろんな魔物を捕食していった。解析してスキルを獲得するためだ。スキルを獲得するほどできることがどんどん増えた。スキルすごい万能である。こうして洞窟内の魔物から様々なスキルを得てから、俺は洞窟を出ることにしたのだった。洞窟を出てからどんなことがあったか振り返ってみよう。ゴブリンたちに助けを求められ、ガロー族のボスを倒し、下ったガロー族とゴブリンを俺が率いることになった。仲間になったんで、呼びやすいようにゴブリンやガロー族に名をつけたところ、進化した。進化、種族が変わり見た目も結構変わって驚いたが、魔物はネームドになると格が上がるらしい。この世界での名付けとは、名付ける側のエネルギーを与えて強く進化させることだ。相手が強いほどエネルギーの消費も多くなる。以下俺の主な配下を紹介する。まずは村長だったリグルド。今は俺の右腕的な総まとめ役だ。元はヨボヨボの老人だったが、名付けでホブゴブリンに進化しマッチョな壮年に変化した。次にホブゴブリンたちのリーダーリグル。村の周辺の警備や食料調達を担当している。ちなみにリグルはリグルドの息子である。次はゴブタ。ゴブタはバカですぐ調子に乗るけど、やるときはやる男だ。いち早くテンペストウルフの召喚を習得し、いつの間にか影移動を使いこなしていたり、意外と天才肌なのかもしれない。最後に狼型の魔物ランガ。ランガは俺が倒したガロー族のボスの息子、名付けでテンペストウルフに進化した。普段は俺の影に潜んで護衛してくれている昼寝の友でもある。他にも配下はいるが大勢なので、一旦ここでおしまいにしよう。2つの種族が同居し王女帯になったので村を発展させようとしたが、俺にもホブゴブリンたちにもその技術がなかった。村を発展させるための技術者を求めていったドワルゴンで、ドワーフの職人たちカイジン、ガルム、ドルド、ミルドの4人が仲間になった。ゴブリンの集落から広い新天地へと引っ越し、カイジンたち主導のもと本格的な村づくりが始まった。そして爆炎の支配者と呼ばれるイフリートを宿す英雄シズさんことシズエイザワと出会った。俺と同じ日本から来た女性である。シズさんの命は炎の上位精霊であるイフリートと同化することで保たれていたが、炎が少しずつシズさんを蝕み、イフリートを抑え込めなくなっていたのだ。最終的に彼女の願いから俺はシズさんを捕食した。それはシズさんの思い、記憶も俺の中に取り込んだということである。
捕食して対象の情報を得るとその姿に擬態できるようになる。俺はシズさんの容姿、人の姿を手に入れた。図らずも俺は人間の姿を得て生物としての感覚、味覚を取り戻すことができた。こうしてこの世界で出会った仲間たちを守る以外にシズさんとの約束を叶えることも俺の目的になった。みんなが笑って暮らせる豊かな国を作ることが今の俺の目標だ。リムル様のそのお姿にようやく皆も慣れてきたようですな。そういや姿が変わっても俺だってすぐ分かってたよな。当然ですとも。リムル様には気品が漂っておりますので間違うはずもございません。怪人とかドワーフ以外はみんなそうだったから名付けに関係しているのかもな。リムル様、これからお出かけですかな。ああ、西の森に行ってくる。この体に早く慣れておきたいしな。コク、新たな目標が発生しました。この機会に気になるところも調査しておこう。コク、リムル様、リムル様、我が主、リムル様。能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。コク、新しいエリアが開放されました。
国、接敵を確認しました。しました。接敵を確認しました。食事の時間だ。ユニークスキル捕食者。ごちそうさん。この調子でガンガン行くぞ。お？なんだこれ。資源の足しにするか。たそれた。国、強敵を発見しました。目標を達成しました。よし、目標達成。お、ゴブタとランガ。我が主、おはようございます。ビムル様、なんだかご機嫌っすね。どうかしたんすか。
人間の体の擬態。スライムじゃないこの体にだいぶ慣れてきたんだよな。ふーん、なんで子供の体なんすか。大人にもなれるけど、この姿が楽なんだよ。そうだ、戦闘での連携を練習したいんだけど、二人とも手伝ってくれるか。はっ、了解っす。コク、新たな目標が発生しました。この機会に気になるところも調査しておこう。新しいスキル試してみるか。新しいスキル試してみるか。強くなったっす。リムル様、能力の上昇率を開示します。自動編成を実行しました。よし、出発だ。コク、新しいエリアが開放されました。コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。アイシクルスピア、さすがに効いてる。何するっすか。やるっす。くらえって。おりゃ、ちょっと休憩するっす。くらえ。おりゃ、あっ、貴様まだまだ悪くない。覚悟上々の成果だな。オイラの勝ちっすね。かたじけない。確認しました。アイシクルスピア、さすがよ。ごちそうさん。ふむふむ、結構調子いいな。
お？なんだこれ。資源の足しにするか。お？なんだこれ。資源の足しにするか。コク、接敵を確認しました。アイシクルスピア。タカゴ。目標達成。あ、リムル様、ゴブタ、ダンガ殿とお出かけでしたか。二人と連携の練習してたんだ。リグルは警備と食料調達帰りか。ご苦労さん。もう少しこの体を試しておきたいんだけど、リグルはこの後時間ある？今から西の森の様子を見に行こうと思ってましたが。じゃあ西の森の警備も兼ねて一緒に行くか。わかりました。お供いたします。リムル様のサポート頑張ります。コク、新たな目標が発生しました。この機会に気になるところも調査しておこう。
新しいスキル試してみるか。